4月にシンボルの赤い風車が崩落したパリの観光名所として知られる老舗キャバレームーランルージュが復活しました。ミュージカルでも有名なパリの老舗キャバレームーランルージュがオリンピック開催を前に修復され、5日復活を祝う記念式典が開かれました。大勢の人が集まる中、シンボルの赤い風車がライトアップされ、フレンチカンカンの踊りが披露されました。赤い風車の羽は原因は分かっていませんが、4月に突然崩落していて、15日に予定されているオリンピック聖火リレーの通過に間に合うように修復されました。今年で135周年を迎えるムーランルージュは、2001年にニコール・キッドマン主演のミュージカル映画の舞台にもなっていて、経営者によると年間60万人の観客が訪れるということです。